山に住むヤン・ジェヒョンさん76歳、北海道の山端地釧路で生まれました。ヤンさんの父親は数百人の炭鉱夫をまとめる会社経営者、乗馬に興じる余裕もあったほど裕福な暮らしぶりだったといいます。釜山に引き上げたのは14歳の時、家族とは離れ離れでたった一人の帰国でした。ここに来たらその不良者たちがたくさんおるという、不良者たちね、一人では町に上陸してはいかんとかね、そんな言ったんです。そしてだけど町に出てみたんですよ。出てみたら、大声を出すし、男たちが女をね、抱いていくのを見たら、まあ、女は頭の髪、その時は頭が、毛が長いからね、あれをその道端にね、なんて言いますか、道端へ吊って、そういうものを見てね、恐ろしいから、すぐに船に戻りました。福岡市に住む中田春子さん、朝鮮半島の東北部の町で終戦を迎えました。終戦直後の混乱期には、ソ連兵や現地人らによる略奪、そして強姦が平然と繰り広げられていました。中田さんの父親は、年頃だった中田さんのことを案じてやみませんでした。そんなある日の夜、自宅に男たちが押しかけます。中田さんは隣の家に身を寄せ、静かに時が過ぎるのを待ちました。なんか棒を持って入ったんでしょうね、持っとったんでしょうね。こうやって草の庭木のところもガサガサ探してました。庭にいたんでよかったねって思いました。そうやって隠れて、そしてあれしたらもうおらんって分かったから、だから結局引き上げていったわけですよ。住んでのところで難を逃れた中田さん、その後年老いた両親の手を引きながら逃げるようにして引き上げ、中田さんが日本にたどり着いたのは終戦の翌年、昭和21年5月のことでした。平地病院にある裏庭、ここに建てられた石碑には、人を慈しみ思いやる意味を持つ仁の文字が刻まれています。軍人などの保養施設として戦前からこの場所にあった二日市保養所、戦後は秘密病院へと変わりました。秘密とされたわけは、当時法律で禁じられていた堕胎手術、外地で暴行を受け心ならずも妊娠した女性の処置が行われていました。二日市保養所の元看護師、村石雅子さん81歳、戦後3ヶ月間二日市保養所で勤務していました。外地で暴行を受けて心ならずも妊娠してしまった女性の心と体を一刻も早く楽にしなければならない、当時の保養所に関わった医師、看護師、助産師の誰もがそうした思いを込めて手術を行いました。あの本当にもう麻酔も何もなしに手術をしますので、もうそれこそもう筆舌の言葉に出せない辛さだと思いますが、皆さん歯を食いしばって泣き声も立てずに、握ってあげる私の手が後で痛みが来るぐらいしっかり握りしめて我慢してらっしゃいました。その姿を忘れません。人道的立場で始まった手術、そのため女性の身元が分かるカルテなどは一切残されていません。しかし関係者の証言から、手術を受けた人は数百人に上ると見られています。一番大きいので7ヶ月でしたけどね、大きかったですよ。もうよく丸々太っててね、髪の毛が赤かってね、ああこれはソ連兵だねということが分かってた。その時偶然私が取り上げたから見たんだけど、
当時の二日市保養所があった場所には一体の水子地蔵があります。看護師として、そして一人の人間として、村石さんは時には手術を受ける女性を励まし、また時には図らずもこの世に生を受けることができなかった一つの命に懺悔しました。誰かがね、ここの二日市のこの隅でそういうことがあったっていうことをやっぱり話さないといけないんじゃないかしら、やっぱりと思ってね。それで私がちょうどここ住んでもおるし、手術室でつぶさに見てきたものですから、こんな人お話しさせてもらってるんですが、やっぱり辛いですね。もう60年経ってもやっぱり辛いです。この手が辛いです、本当に。終戦から62回目の夏を迎えた日本、そして今日も多くの人が行き来する博多港です。